ど、えー、うなんでも相談室、今日もです、ね、私のコミュニティチャンネルのコミュニティページにお寄せいただいた、えー、ご質問に対してお答えしていきたいと思います。本当にありがとうございます。えー、最初のご質問ですね、えー。集中しようとしても水に潜っていくような感覚で気を抜くとふわっと水面に上がってしまうような集中が消えてしまい、また頑張って潜っていくの繰り返しです。気づいたら他のことを考えてしまっているんです。本当は集中して長く深く潜っていたいです。なるほどね。 でもこの感覚を捉えれ本当にあのメタ認ンチで自分の脳で何が起こってるかってことをずっと考えてらっしゃうと思うんですけどああのー、まわかりますすごくあの集中しようと思ったらなんかいろいろね他のことが気になっちゃったりあるいはそのディフォルトのねポジションっていうんですかね何かほかに注意すべきことないかなってディフォルトのポジションに持って戻っていっちゃうっていう脳の,の働きが当然あるんで、えー、これはねやっぱり集中力に関する前頭葉の回路っていうのは鍛えれば鍛えるほど筋トレと同じで太くなっていくんで。 あのそここでで我慢すすること大事なんですねまたそのうんとふわっと水面が上がってくるように集中が切れちゃいそうになる時きおちょっと待てちょっともうちょっと水中の中にいよう」って言って我慢することであのだんだんの集中力って上がっていくんでとかそこでぐっとこらえるってことが大事そうするとだんだん脳はね、えー、そういう回路を発展させていくんで、えー、そこで我慢ちょっと我慢していただけるといいかなと思うんですけど次のご質問ですね。カリスマ性がある人人ととはどういうういでしょうかと これね、マックス・ウェーバーの定義によるとカリスマ性というのはねある種超自然的というか人間を超えた力を持ってるように見える <laughs> そういう人がカリスマ性がある人っていうことなんですねマックス・ウェーバーってあの社会学者ですねで最近の脳科学の知見によるとそのカリスマ性がある方っていうのは前頭葉特に右の前頭葉の,の神経活動の統合性が高いということが分かってるんですねまさ、あ、に全集中じゃないですけども何か、えー、と自分が やろうとととしているることに対する集中力が高いとカリスマ性が高い方っていうのはその集中力が高い方だっていう言い方ができるんですね。で一方そのフォロワーの方えっとでもリーダーをフォロワーにするリーダーをリーダーにするのはフォロワーであるっていうねデレック・シファーズの有名なテッドトークがありますけどもフォロワーの方の前頭葉の活動っていうのはむしろ低下してるんですねある意味じゃカリスマ性のある方に前頭葉を丸投げしているというかですからカリスマ性というのは結局その前頭葉の統合作用っていうかその 活動の強度によってて説明できてじゃあなんでそれがね、えっと、人間離れした、えー、神秘的なものに感じられるのかっていうとやっぱりまあでもそれは藤井聡太さんなんかもそうでしょうあの将棋で集中している時ってなんか神かかっているように思えるじゃないですかやっぱり深い集中をしている人に対して人間っていうのはそういう感情を抱くようで,で神というのはある意味じゃものすごい深い集中のことなのかなって思ったりもするんですけどね次のご質問ですね。 えー、大学生です。試験や発表など大事な本番が近づくと普段は気にならないことを極度に神経質になったり、迷信的になったり、失敗した時の言い訳を探しているようなネガティブな思考に陥ったりすることがあり、時には歯止めがかからず、そのまま大失敗してしまうこともありますと。えー、大学受験では結果的に大志望に合格できたものの、よかった、よかったじゃん。よかったの結果往来で、えー、これでひどい悩まされました、このメンタルの要素はどのように広告すればいいのでしょうか。いや、あのこれね、メンタルが弱いってことは、強くするチャンスがあるってことですよ。 これね、例えばだから何かの本番の時に上がってしまう人っていうのは自分があのやるべきことが分かってて上がっちゃうわけだから上がるるってののは才能の1つででもあるんですよだからその、えー、大事な本番の前に、えー、神経質になったり迷信的になっちゃうっていうのはある種の,その才能なんですよね。でそれをじゃあどういい方向に持っていくかっていうとやっぱり自分でのねプロトコールを作ることが多い,い,いんですよ。それこそね近くの神社に参拝するのでもいいんですよ。 ある意味では信長ななんかかそういういい人だったかもしれないですあの。本来は神経質になる人なんだけどそれを乗り越えた時にああいうすごい力を発揮するわけでしょだから自分なのようねそういうのをね自分の課題を乗り越えるプロトコールを作ればきっとねこれは問題を解決できるんじゃないかなと思いますあ頑張ってくださいね結果往来ですからね。 ではなく1月3日にたた回答への感想ですと、茂木先生のお話から過去の職体験にとられることはもうやめて、それよりも根拠ない自信を持って伸び伸びと学習することを自分に許可しようと思うことができました、イエス。また、音真っ暗現象は私の個性でもあると考えると、自分の聴取はその周辺にもあるように感じ、自分さらに受け入れることができるような関係感覚を持つことができました、イエス。えちなみに茂木先生のたくさんの動画を通してからも、 自分を受け入れる企画をいただいてますイエスありがとうね日々シャワーのごとく自分に動画をお見せ自分を向き合い救われています本当にありがとうこちらこそありがとうございます最後に文明の力により統一力であるはずの模先生から直接生のご意見をいただくことができその貴重な機会に心が感謝しています えー、これからもたくさんの人の個性が生きることにつながるさまざまな創造的な活動をされることを思いますので楽しみに街を過ごしたと思います。いや、こちらこそ、こちらこそ、こちらこそ、こういうインターネットがないと、こうやってね、お目にかお話しすることもできないわけですから、こちらこそ本当にありがとうございます。えー、お互い個性を大事にして、創造的な日々を送りましょうね。ありがとうございます。次のご質問ですね。えー、いつも勉強になるお話をありがとうございます。他人の評価が気になってしまい、緊張してしまうのですが、 他人を気にししない方法はありますでしょうかこれだから今日の,その <coughs> すごく重要なポイントである「集中全集中今ここに集中する」というだから他人の評価というのはそもそも自分でコントロールできないじゃないですかでやっぱり自分でででコントロールできるることに集中すすいののが多くの場合正しい戦略なんですよねでそのためには今ここに集中する今ここで自分がやってることにスーッと集中していくことによってそれを他人がどう評価するかは分からないけども そのフローとかゾーンに入ることができて、えー、自分として最大のパフォーマンスができるんでねとにかくここの今ここに集中するってことをやっていただけると、えー、自然にですね他人の評価を関係なく、えー、自分のパフォーマンスができるようになりますですからその集中すること集中するっていうのは結局引き算なんでねですから他人の評価を気にしている自分も引き算で引いてしまうということをやっていただけるといいのかなと思いますのではい頑張ってください。 次のご質問ですね、えー、今の時代動画コンテンツや学問もし界さまざまなことが細分化され自分の興味のあるものを選択しそれ以外の興味がないものを見る必要がなくなってきましたが自分ののの興味なないコンテンテツを意識的に見ることも必要ででしょうかそうかそすよね例えば僕だから「夜にかける」っていうあの夜遊びのやつはソニーミュージックのね村田さんっていうあのプロデューサーにあの教わったんですけど。あのー やっぱり、ね、そう普通に来てると知らないわけですけどやっぱり聴いたらすごくいい楽曲でしかもそれが「物語 .com」っていう小説共有サイト本当に短い小説にインスパイアされて綾瀬さんっていうねボカロピーが書いてタラゴさんっていうボーカリストが歌ってるっていうやっぱりそういうことってやっぱり出会わないと時いだからね意外とね自分の親しい人っていうか自分が信頼できる人といろいろ雑談してると口コミでそういうものが伝わってくることもある。 わけだしあの愛の不時着とかイテウォンクラスなんかも僕そうやって出会っていったような気がするしねお互いにそういういいものを教え合うってことが大事だと思うしそういうツールとしてね例えばツイッターなんかはすごく便利であのツイッターでトレンドワードになってるものってのは一応僕関心持って見てみますしねあ,のあるいはツイッターでその自分があの注目してる人のつぶやきとかを通して新しいことに出会うこともあるんでそうやって自分の世界をネットワークとして広げていくってことが とととててもとっても大事ななのかなとそうするとエコーチェンバーってことから逃れられることができるのかなと思うんですけどね次のご質問ですね時間の過ごし方についてと森さんプロでもないのにスポーツをする時間が生活の大半を占めている若者はどう思いますか部活動に多くの時間を捉えて本来なら多くのものに触れられるある思春式を無駄にしてしまうのではないかという心配があります自分自身に対してああそうかそうかうーんこのね生活の大半を占めちゃってるのかうーん まあでもプロかプロじゃないかってことはきっとね関係ないと思うんだよねでこれねこういう問いをしてるってことはこのご質問してくださってる方はあこれまずいなと思ってると思うんだよだからねそれは自分でね考えるべきなんじゃないかな僕もだからあれだよ1日10キロも走ってるから、えー、前後含めるとそれなりの時間を費やしてるわけなんだけどそれは僕の決めたことだからねで10キロ走るっていうことが時間の無駄じゃないかっていう人もいるかもしれないけどいや それは僕は決めてることだからっていうだだかからら自分で決めるといいよねだからそのスポーツがどういうスポーツか分かんないんだけど個人競技なのか集団競技なのかあとその集団競技って言ってもその練習の内容がどういうものなのかってことについてね僕はし分かんないからでもそれは自分内の基準ってあるじゃないあのこれからいろんなことが学,ば学べてるなとかその学べるってのは競技力を上げるってこととか体力を上げるってことだけじゃなくて例えばチームメンバーとの協力とかいろんなことがあるじゃない。だからその いいいいろんんなこととを学ぶという機会を得られてんだといいんだけどでも一方で本を読んだりとか音楽を聴いたりとか、えー、勉強したりとかそういう時間も必要だなと思ってらっしゃるんだったらやっぱり自分でバランスを決めてでき,るなできる限りでその部活だったら部活の,あのルールとかもあるんだろうけど思いっきり自分で決めるのがいいんじゃないかなと僕はね意外とすごい決めちゃって <laughs> ひどいですよ僕あの。中学校の時僕ね中1は軟式テニス部だったのね。 中学校3年生はね水泳部になったのひどいでしょでも自分なりに何か決めたんだよねあもうテニス部いいやとかもう,あもう卓球部いいやとかそれトータルなものなんかね僕ちゅこれ質問してくださってる方は中学生か高校生なんか分かんないんだけどなんかいやいやと思う瞬間はやめちゃうんだよね俺僕はあので,でも次に行くっていうか別にそれで、あのー、いいと思う,、あのーま、もうだから部活動の メンバーにみんなに迷惑かけるとかね、まあ、もしレギュラーですごい中心的な役割を果たしてるとか、そういうことあるんだったらまた考えなくちゃいけないんだろうけど、僕はやっぱり自分で決めるってことが大事だと、自分にとって必要なことは <laughs> 自分で決めるっていうことをしゃっていいんじゃないかなと、えーえー、中学3年間で3回も部活を変えた私が言っております <laughs>、えー。次のご質問ですね。えー、保守・リベラルといった政治的思想は何歳後に完成するのでしょうか。いやそういういい研究はないですねあの <laughs> <coughs> 何歳頃っていうかまあ人は変わるしね保守リベラルでもねあと昔から言われたのはその若い時はリベラルだけど年取って保守になるっていうことも言われたけど日本の場合は逆だもんね若い時保守でずっと若いやつが保守みたいなだから、えー、と時代とともに変わるしね、えー、と人はそれによって変わるから、うん、まあそういう質問はねあんまりね脳科学ではやってないですねうん何歳でも変わるんじゃないですか保守リベラルっていうのはね 鍋常さん読売日新聞の社長の鍋常さんなんかはあの若い時は確か学生運動とかやってたけど今は保守の立場でしょだからそんなにね決められないと思いますけどね次のご質問です。えー、自分意思がないのと想像力の関係が知りたいですと,、えー、とシューリンガーの猫の生死の認識の時点で時間が逆行って考えた場合に重ね合わせじゃないし逆行の考え方を当てはめれば想像力ってないのでじゃあなぜ 新ししししい何かか。を経験したのだと感じてしまうんでしょうでょこの式の方法って何ですかと十一想像力との関係が知りたいのですがえー、っとですね言葉ご質問の意味がすぐには拾えないんですけども、えー、想像力イマジネーションっていうのはどういう意味でこのご質問では使われてるんですかね。えー、まああの、まあ、量子医学においてはですねたて解釈っていうのがあって。 えと自分例えば二重スリットの実験でもシュがンガーの猫でもそうなんですけどあの他の結果の世界も同じように存在するっていう、まあ、解釈の仕方があるわけですよ。ものすごくコントロバーシャルなんですけどだから、えー、とそういう世界と我々の認識のあるいは経験の関係ってことはどういうことなのかっていうご質問だとするとですね、えー、とまず他世界があるということ自体が、えー、と議論の 対象になってるしそれからその逆行ってことをおっしゃってますが量子、えー、学においてその将来がどうなるかっていう予測するってこととあの過去はどうであったかっていうことをあの逆行して推測するというこれはレレトロス、えー、とプレディクションとレトロディクションっていうんですけどこれはサトシ・渡辺っていう人がですね大きな論文書いてます「レビューズ・にモダン・フィジクス」だったかな。 でだから逆行に対して確かに量子学というのは非対称な形式してるんですよそれと熱意学の第二法則との関係どうなっているかということについては確かに興味深い話なんですけどちょっとそのあたりをですねえっ、ー、と少し勉強されるとブルーバックスとかそういうのでもいいんで勉強されるといいのかなというふうに思いますあの想像力っていうイマジネーションという言葉を物理の文脈でこういうふうな形で使うことはないのでえっ、ー、と僕の読んだ限りでは多世界解釈のことなのかなって思うんですけどちょっとそのあたりを 自分でお調べになったらいかがかなと、また、もしよかったら、いら,いらしてください。次のご質問ですね。えっ、ー、と、いつも森先生の動画を楽しませていただいています。日本の国民性についてですと、多くの日本人はあらゆる分野で主体性が希薄で、他者に頼った行動判断、問題に関する、 他者への責任転換を情緒的に繰り返す特徴があると個人的には理解していますとこの背景については言語構造から見ると主語・目的語を明確にして話さない主体を削ぎ落とした日本語の特徴が機能的に働き宗教観から見ると他神教を無意識に重んじるはかる,る,ることが極めて難しい教えを繰り返している文化が、えー、大きく影響していると考えていますとつまり日本人が日本語を話す限り他神教を重んじる限り 今後も日本社会においてどんな仕組み機能を設けたとしても常用言語宗教観が変わらない限り主体性のない国民性は大きな意味では変わることはないつまり今後もかかりようのない空虚の美学文化が継承され教者を崇拝する他力に頼ったと国民性が続くと考えていますがこの捉え方について森先生の見解をお聞きいただければ幸いですとああそうですか興味深いですねもう日本語の主語の欠如ってことについては <coughs> いろんな人がいろんなことを言って確かにご指摘の通り えー、相関があるかもしれないしあと宗教観もね多神教で、えー、っとやってるっていうそれについてその、あのー、なんだろうな、えー、主体性ってのが育ちにくいんじゃないかっていう議論があるこれは意外と昔からあるんだと思うんですけどそれについて今気にな,さなってらっしゃると思うんですけどただ僕もあの日本語使ってますけど僕主体って聞ですよね。<laughs> 今朝もあのまたやらかし合ってますけどね。あの もしよかったら見てください竹中平蔵大先生についてのコメディをまた上げてしまいますけど、まあ、こんなことやってると怒られちゃうんでしょうけどや,り、ま、やっちゃうんですよねだから僕日本語喋ってますけど、あのー、大丈夫、まあ、主体的に生きることはできる日本語喋ってても主体的に生きることできるんじゃないかと思うしあと八百万神」って神道の世界観って僕意外と好きで神社に行ったら参拝してますけどだからって主体的に考えてないかというとそこは分離できるんじゃないかなってだからおっしゃる通りね 社会全体から見るとそういうことの相関があるのかもしれないんだけど、えっと、やろうと思ったらできるんじゃないかなとも思うんでやりようなのかなと思うんでただね、えっと、こういう議論ってすごく楽しいしあの我々こうやって喋ってることでいろいろ理解も深まっていくんでね大い,いにやったらいいんじゃないかなと思いますけどねありがとうございますま,ずまたまた来てくださいねえっと次のご質問ですね「え僕は新旧学生です」「茂木さんの基準を知れ」という分厚い物理学の本を出してきた動画を見て脳神経の参考書を買いましたえらい 今年針針、えー、針は体に何をもたらすのかというテーマで調査研究をしようと思います。緊急おこない上でおおお押さえておく、えー、予備知識や注意事項等があれば参考にさせていただきたいですと。いやこれはですねもう知ってると思うよだからいやあのすごいべんあのまずだから針灸と脳の関係っていうのは私全然研究したこともちょサービスしたこともないんで。 今でも新旧ってそもそもでも英語のページがないな中国語のページしかないんだなでもハーリーというアクアアクパンクチャーだよねだからアクパンクチャーハリーえっ、ー、とハリーはアクパンクチャーでで Q は何て言うんだろう俺 Q は Q についてはですね英語あった英語ページあった モキシバクションって言うんだ。へぇ。そのこと、えー、アクパンクチャーとモキシバクションでしょで、アクパンクチャー、モキシバクション、えー、ブレインとか言って、あの、グーグルで、じゃ例えばさ、モキシバクションで、グーグルスカラーってあの,のご存知でしょうかグーグルスカラーでね、えー、検索してみればいいわけですよ。今ちょっとやってますけど、グーグルスカラーはどこにリンクやってたかななんかね、俺の、あの、クロームなんだけど、<laughs> すげえなんかいっぱいあったあった,あったでじゃあ例えばじゃあ、うん、モキシバクションでブレインってやるじゃんグーグルスカーって検索エンジンでやっていただくとえー、っとこれぐらいあこんな感じでたくさん出てくるからデファインプレインリスモンスエレクトロアキパンクシャーモキシバクション・トリートメントにペシャンツウィツクローンズディジーズっていう論文があるからこれをあの読んでいただく いいんじゃないですかね。まずは。なるほど。五十二人の <coughs> クロスディジーズのペイシャンツあのやるんだって。だからあのこれせって論文たくさん読むってことです。<laughs> ごめんね。俺あの新旧と脳科学についてのサーベってほとんどしたことないんで。せってまずよ読んでください。あのだからえ,えっとじゃどういうことが大事かっていったやっぱ英語の論文を読むってことがとっても大事です。 は、あの頑張ってね。やる気あるんやる気あるんだからだできるよな。google スカイで今みたいにこうって検索していただけたらいいなと思います。<laughs> 頑張ってね。またご質問ください。 えー、次のご質問ですね、あ、今日これ、最後のご質問ですね。オーストラリアのシドニーでは、今年こきょ1月3日から人の集まる場所や公共の交通機関を利用する場合、マスク着用が義務化されました。違反すると200ドルの罰金です。200ドル払いたくないので、今日初めてマスクをしました。すると突然、マスクをしていない人を見ると腹立たしい気分になる自分に気づきました。なるほど、政府がやりたいのは公衆衛生ではなく、大衆の心理のコントロールなんじゃないかと思います。こんなにコントロールされやすい自分が 警察の制服を手に入れたら何をしてかしかと怖くなりました。こんな私はやっぱり脳みそがか入ていないのでしょうか。いやいや、これはあのえっとね有名なねあの <coughs> レッドスポットの研究ってのがあってね。これあの要するにあのうんとなんていうの子供が鏡を見たときに自分だとわかるかどうかってこと研究するために赤いスポットをここに置くわけよ。で、それがあのこれねフィリップロシャーっていうあのなんてエモリー大学の研究者が教えてくれたんだけど、最初あのなんていうの 自分,分かるっていうようになるとあの自分だけ赤いスポットがあると恥ずかしがるってわけだ,よ、ね、だけどみんなが赤いスポットしてるのを見ると自分も赤いスポットをしないといけないって思っちゃうようになるって子どもがねまあそういう同化力ってだから本当に幼少期からあるとでこれ個性というよりもやっぱりそういう性質が人間にはあるわけですですでえので、えー、とこの、ね、マスクを取り締まりたくなるっていう気持ちの裏側はやっぱり同化力っていうかオーストラリアの人でもあのマスクを しないと、えっと、なんとなく居心地が悪いっていう両方あるわけ。で、それは。もう、個性で、特にそういうことが強い人がいるというよりは。もう人間の、その幼少期からある本能みたいなものなんだね。だから、あの、この状況なんで。ね、あの、マスクぜひされたらいいと思うし。それから、コントロールされやすいというよりも。えっ、ー、と、逆に、人間ってそういうもんなんで、そういうことを前提にね、いろいろこれから。 対策とか考えていったらいいのかなと思うんですけど今日本当にあのまた興味深いご質問ありがとうございました僕もとても勉強になりましたえっ、ー、とまたぜひ皆さんご質問お待ちしておりますここの下にある、えー、と私のチャンネルのコミュニティページのリンクにいろいろご質問をお書きくださいありがとうございましたお待ちしてますいや脳って本当にいいですね <laughs> それじゃあまたあってなんだこのキャッチフレーズは